ゲルハルト・ゲルト・ミューラーは、西ドイツ・ネルトリンゲン出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは FW。1970年代の西ドイツを代表する、ストライカー。抜群の得点感覚と、ポジショニングで、泥臭いゴールを得意とし、どんな体勢からでもゴールを奪った。驚異的な数の得点を量産し、デアボンバーと呼ばれた。バイエルンでは、 通算515ゴールを決め、クラブ最多ゴール記録数を保持している。ボールにサインするミュラー。彼から見て、右は、フランツ・ベッケンバウアーとベルナーをルク。1963年、地元のクラブ TS ・ブインデルトリンゲンでデビュー。ここでの活躍がスカウトの目に留まり、翌シーズンには、バイエルン・ミュンヘンと契約。在籍15年間で4回のリーグ優勝。 7回の西ドイツ・ブンデスリーが得点王、チャンピオンズカップ優勝3回、カップウィナーズカップ優勝1回、西ドイツカップ優勝を4回、ブンデスリーが通算427試合365得点の成績を残した。1979年、西ドイツを後にして、アメリカへ渡り、ホートローダーデール、スミス・ブラザーズに所属した後、1982年に、 現役を引退した。引退後は一時期アルコール依存症に苦しんだ時期があったが、旧知の中であるバイエルンミュンヘンの売りヘーネス GM や、フランツベッケンバウアー会長、ゼップマイヤー GK コーチの助けもあり、アルコール依存症を克服。同クラブの育成部門でアシスタントコーチなども務めた。1992年から2014年まで。 バイエルミュンヘンサテライトチームのアシスタントコーチを務めていた。2015年10月、アルツハイマー病に罹患しており、同年2月から専門的な治療を受けていることを、バイエルミュンヘンが発表した。1974FIFA ワールドカップの表彰式後の、ミュラー。左は、ボルフガング・オベラート。1966年10月12日、VS トルコ戦で代表デビュー。 無得点に終わるが2戦目のアルバニア戦では4ゴールを挙げた。1970年メキシコワールドカップではグループリーグのブルガリア戦、ペルー戦でハットトリックを決め、準決勝のイタリア戦で2ゴールを決めるなど3位決定戦となったウルグアイ戦以外のすべての試合でゴールを決めた。10得点で大会得点王を獲得した。 1974年西ドイツワールドカップではオランダとの決勝戦で決勝ゴールを決めるなど4得点3アシストを挙げた。ワールドカップ通算14ゴールはブラジル代表のロナウドが2006年ドイツワールドカップで塗り替えるまでは32年間歴代最多記録であった。1972年の欧州選手権では決勝のソビエト戦で2ゴールを挙げるなど 4得点を記録し、得点王に輝く活躍でチームを優勝へ導いた。なお、1974年決勝オーランダ戦を最後に28歳で代表を引退した。ありがとうございます。